はい、どうも葵です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、2月によく着た服を紹介しようと思います。それではよろしくお願いします。YouTube で服を紹介している投稿者は、実際何を着ているのかという疑問を解決するために始めたこのシリーズですが、今回で4回目ということで、2月によく着た服を紹介しようと思います。関西の2月は最低気温が氷点下付近の日もあれば、最高気温が20度付近の春のような日もあって、寒暖差の激しい月でした。1日で見ても、朝と昼とで10度ぐらい違うこともざらで、朝出かけた時は寒いのに、帰宅する頃には暑いってことが結構ありましたよね。寒暖差が激しいので、調整ができるように重ね着をして過ごした2月によく着た服を紹介していこうと思います。今回で4回目なんですけど、未だにこのシリーズの紹介の仕方が定まっていなくて、試行錯誤を繰り返しているんですけど、今回は靴とパンツ、インナー、ミドルレイヤー、アウターと紹介していこうと思います。ちなみにですね、私の体型は身長171センチ、体重65キロ、ややがっちり体型です。それでは靴から紹介していこうと思います。2月に一番履いた靴はですね、こちらのキーンのユニーク HT になります。皆さんご存知の方も多いと思いますが、ユニークは2本の紐でアッパーを包むように作られていて、足の動きに合わせてアッパーが変形して、どんな足型にも合うように設計されています。スニーカーとサンダルを組み合わせたような今までのジャンルにないハイブリッドシューズになります。夏場によく見かけるユニークサンダルが有名ですけど、ユニーク HT は春、秋、冬の少し肌寒い時も、ユニークを履きたいという方におすすめのモデルになります。まあこちらはですね、サンダルというかスニーカーに近いですね。確か2、3年前ぐらいに購入して、主に寒い時期によく履いています。有名なユニークサンダルはですね、アッパーが2本の紐だけなんですけど、こちらのユニーク HT はですね、内側にメッシュブーティーというのが入っていて、だいぶユニークサンダルと履き心地が変わってきます。クッションも効いていて足入れもいいので、履き心地がとてもいいです。他のブランドになりますが、ノースフェイスのヌプシブーティーには暖かさで劣るんですけど、ユニーク HT もですね、冬に履いて寒いと思ったことはありません。アウトソールにはサイピングと呼ばれる切れ込みが入っていて、グリップ力抜群で滑りにくくなっています。このサイピングというのはスタッドレスタイヤなどにも採用されています。デザインも特徴的で、他にあまり見かけないので、足元に個性を出したい方にもおすすめです。まあ他の動画を見てもらったらわかるんですけど、まあ他の動画にも結構登場していて、この2、3年で一番履いていると思います。軽くですね、オンラインでキーンのユニーク HT を調べてみたのですが、なぜか出てこなかったので、もう廃盤になっているんですかね。私が持っているこちらのユニーク HT はもうソールがボロボロなので買い替えようと思っていたのですが、廃盤なら非常に残念ですね。はい、続きましてパンツになります。パンツはですね、こちらのジョンブルのアウトラストイージーパンツになります。先月に引き続き登場のアウトラストパンツです。先月も紹介したので控えめにしようと思うのですが、このパンツの素材に使われているアウトラストは NASA のために開発された素材で、暑い時には温度を下げて、寒い時には温度を上げてくれる肌の表面温度を常に快適に保つ機能素材になっています。このパンツでどこまでいけるか試したくて2月もずっと履いていたのですが、快適に過ごすことができました。あとは春と夏快適に過ごせるなら2着目も買おうと思っています。はい、続きましてインナー。インナーはですね、インナーはもちろん毎度紹介しているこちらの無印のインド綿天竺編みクルーネック長袖 T シャツになります。このよく着た服シリーズではもう解禁賞なので、これの紹介はもういいですよね。まあ詳しい紹介動画は別でありますので、よければそちらをご覧ください。まあこれはですね、ほんとずっと着ていますね。逆にですね、視聴者の方のおすすめのインナーを教えてほしいので、よければコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、続きまして、中間着のミドルレイヤー。ミドルレイヤーはですね、こちらのノースフェイスのマウンテンバーサマイクロジャケットになります。こちらのフリースは、ノースフェイスのフリースの中でも、中華保温着として使用することを考えて作られている商品なので、薄くてゴワゴワ感もなく、スッキリとしたシルエットで着用することができます。スッキリとしたコンパクトなシルエットなので、トップスとしてはもちろん、真冬のインナーとしてもかなり重宝しています。あと、薄くて軽量なので、私は部屋着としてもよく着ています。まあ、朝出かけるときはですね、寒いので、
まあ、アウターの下に、まあ、このフリースを着込んで出かけたりするんですけど、帰宅する頃には気温も上がってですね、まあ、暑いことが結構多いので、暑い時はですね、アウターはそのままで内側に着ているこのフリースだけを脱いで、まあ、温度の調整をして過ごしていました。まあ、この服はですね、ちょっとサイズ感にちょっと注意が必要で、やや小さめの作りなんですよね。なので、ワンサイズアップがおすすめです。私はですね、普段 M サイズなんですけど、これは L サイズを着用しています。あとですね、人気のカラーは比較的早く売り切れてしまうので、めぼしいカラーがあれば即購入をおすすめします。値段もですね、ノースフェイスのジャケットにしては、まあ、手を出しやすい方なので、中間保温着を探しの方にはかなりおすすめです。ちなみにカラーはこちらのワイマラナーブラウンとこちらのブラックの2着持っています。はい、続きましてアウターはこちらのモンベルのパーマフロストライトダウンパーカーになります。このダウンはですね、私が持っているダウンの中でも非常にコスパのいいダウンだと思います。800フィルパーの高品質ダウンに 430g と軽量で、生地にはゴアウィンドストッパーを使用しているので防風性も抜群です。メインジップには止水ジップ。生地には撥水加工も施されているので雨にも強いです。非常に軽く扱いやすいので、どこへ行くときも大体着る服の候補に入ってきます。まあ、ちょっとコンビニに行くときや軽く外出するときには必ずと言っていいほど着ています。結構雑に扱っているんですけど、傷んだりとかもないので耐久性もかなりあると思います。気温が5度くらいまでだったらインナーは薄いので大丈夫なんですけど、気温が氷点下付近になる真冬ではそれだと心もとないので、まあ、スウェットや先ほど紹介したマウンテンバーサマイクロジャケットなどのミドルレイヤーと組み合わせて着用しています。まあ、それらと組み合わせることによって真冬でも快適に過ごすことができます。ということで2月に一番着た服は、靴がキーンのユニーク HT、 パンツがジョンブルのアウトラストイージーパンツ、インナーが無印のインド綿天竺編みクルーネック長袖 T シャツ、ミドルレイヤー中間着がノースフェイスのマウンテンバーサーマイクロジャケット、アウターがモンベルのパーマフロストライトダウンパーカーになりました。はい、ということで今回は2月に一番着た服の紹介でした。来月の3月もですね、出そうと思っていますので、よければ楽しみにしておいてください。はい、以上になります。今回の動画を楽しんでいただけたなら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。以上で今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。